この区間113系は初めてですね。はい、じゃあ乗っていきましょう。
the button beside the door to open the door.福知山に到着しております。で、京都まで出ようかと思ったんですけど、もうなんか暗くて多分山陰本線の状況とか分かんないんですよね。
私分かって駅の看板ぐらいだと思いますので、夜景とか 山のね何もないところを映しても仕方がないので、もうあの帰り恒例の丹波地快速で私大阪まで出たいと思います。どうせ大阪から折り返して塚口に帰っても10時前には着くんじゃないかなというふうな感じですので、京都で回って新快速乗って混むよりもここで座って帰る方がいいんじゃないかなというふうな感じで、もうねだいぶ暗いですし、というわけでここで、福知山線の丹波地快速を待ちます。次は19時31分です。ここでね40分ぐらい待ちぼけです。ですので、まあ、あんまり変わんないですよね。多分ねこの、丹波地快速もおそらくそんな早めに入線してくると思いますので、この回送が出た後ですので、じゃあちょっとゆっくり福知山でも観察できるかな。おっとなんか来たよ、ウエストエクスプレス銀河みたいなやつが来た。あれがあれか、違います、あれは京都丹後鉄道の丹後の海とか2つ並んでおりますからね。こっちは223系のワンマン列車、新快速の仲間ですけど130キロは出ないやつじゃないですかね。どちらかというとあの瀬戸大橋線とかそっちのグループじゃないですかね。いろんなレパートリーがある223系、これもなかなか面白いです。というわけでね、ウエストエクスプレス銀河に似た丹後の海が2編成いるというような状況でして、なかなかいろんな電車がやってくるので福知山というところもね面白いですよね。未だにも現役な緑の113系、福知山に来る列車の中でも結構好きな部類に当たります。さあちょっと降りてね、お手洗いとか済ませておきましょう。ちょっとお腹痛いな、食いすぎたサンドイッチとかね、駅弁2個それ食ってるからね。なんで駅弁合計何個食ったんだけど、岡山のやつで食ってなんかいろいろ食ったね。はい、19時の福知山駅前です。機関車がある方と反対側のね、これは北口になるのかな、違う方の入り口に来ておりますけど、結構イルミネーションみたいに光がいっぱいあっていいですね。まあもう電車入ってくるのでこの辺りをぐるっとして終わりかな。さあなんかねちょっと観光ぐらいすればいいんですけど、なかなか電車の旅っていうのはね結構ハードで、これ今日だけで多分1万円近く元取ってんじゃないですか多分ね。はい、行きましょう。よっしゃ、ただの回送はもう行っちゃったので19時31分が次入ってくるわけなんですが、ニンパー7系のねあれはどっから来たやつなんでしょう、コウノトリかな、なんか回送で止まっておりますけど、なかなかこの福知山というところは国鉄型車両も多いですし特急型車両も多く来ますので、なんか結構地方なんですけどね鉄道をね取りに来るっていう感じでね来ればすごい楽しいと思いますよ。ここねおすすめのところです。丹波地快速なんですけども選んでよかったなと思います。あの次ね京都方面で帰ろうと思ったらあそこに停車している園部駅なんですけど、あの電車2両編成なんですよ。こっから見る分もうほとんどの座席を埋まっておりますので結構混んでますね。
一方でこちら、当駅始発の丹波寺快速大阪行き、ここで折り返しのためしかも4両編成でやってくるので、席は選べるはずです。まだそんな並んでおりませんので、まあ福知山からね丹波寺快速乗って大阪に行く人って結構ね、あのまあ相当な貧乏さんか物好きさんか特急を嫌っている人なのかっていうような方々でして、だいたい大阪に向かう人って特急コウノトリがあればコウノトリ選んじゃいますからね、まあまああの何でしょうかね、それなりにあの京都方面のね、まあ綾部とかあちらの方ね要所要所結構ありますから、まあそれなりの需要があるんですが、2両編成はちょっと混むなというふうに思ってしまいまして、まあ夜もあの駅を移すこともなんだあれはあのなんかすごいですね。というわけで、まああんな車両を見つつ丹波寺快速を選んだわけです。あんまり移すもんなかったらね、いつも同じ電車でもいいでしょうっていうような感じなんで、まあまあまた山陰本線はね近いうち行きたいと思います。列車は4両で参ります。足元黄色丸印3番から6番でお待ちください。列車の到着まで71分発丹波寺快速大阪行きは5番乗り場から発車します。列車は4両で参ります。足元黄色丸印3番から6番でお待ちください。列車の到着までしばらくお待ちください。快速大阪行きが4両で参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。5番乗り場に丹波寺快速大阪行きが4両で参ります。危ないですからご注意ください。
伊丹駅に到着しております。私の最寄り駅は塚口駅ですので各駅停車に乗り換えなければいけません。
蟹池田で乗り換えようとすると寝坊してしまいまして、伊丹で運よく降りることができました。危なかった。はい、というわけで伊丹に来ております。めっちゃ眠い。久しぶりに、なんか最近この青春18切符の旅途中で寝落ちすることがすごいあって、なんでだろうな、めっちゃ疲れてんのかな。まああとラストスパートです。終わりまであと2駅です。というわけで塚口に戻ってきました。実に何時間だ、朝の6時前に出発してるから、家出たの5時だから12時間の13、14、15、16、17時間ぐらい、12、13、14、15、16、約17時間、外にいたことになりますけども、こんな感じで鳥取行って帰ってきました。はい、帰ってこれるもんなんですね。はい、もうティーバッファローズさんごめんなさい、鳥取どころかほうき大山まで行っちゃいました。はい、というわけでね、ティーバッファローズさんがさすがですって言えるような動画を作れるように頑張りたいと思います。最近ちょっとね、ムービーメーカーがね言うこと聞かないんだマジで。はい、じゃあなんとかね、お家帰ってお風呂入って手洗いうがいまずしてかな。編集は明日、今日はゆっくり休みましょう。はい、それではなんだかんで言って明日の朝出かけてんじゃねえって話なんですけどね。いや出かけねえな、もういいや、編集しよう、たまりにたまってるもんがあるからね。さあ、というわけで塚口駅帰ってきました。そろそろね、動画を終わりたいと思います。青春18切符の旅、次ね土曜日もう一回だけやります。はい、プランを改めて考えたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。